こんにちは。ダンジョンクロールストーンスープ。日本語で解説をしてまいりましょう。おいっと。おだいぶ来たんだったな。えー、まあ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 。これあたりの、まあ、装備は良しとして。あ、ちょっと待ってよ。電撃が。いや、いいんだわ。いいんだ、いいんだ。スレイロックがあるからね。いいんです、いいんです。 もう、もう入れ替えはないと思うんですけど、あの、<laughs> 装備の組み合わせのね、クロークがめちゃくちゃいいの出たら、まあ、前も言ってか、これ。まあ、いいや <laughs>。やっていきましょう。えー、今度はゲヘナに行ってみようかな。行きましょうか。何、今、鍛えてんだっけドッチングね。はいはい。まあ、ドッチング全部鍛え終わったら、スペキャーのあたりを鍛えようかなと思います。 まあ、ほぼ、もう、キャラクターとしては、成熟していますが。じゃあ、気をつけて降りていきましょう。お、早速、下り階段がありますね。僕はアイテムないので、ガンガン降りていきましょう。本当はね、冬があるといいんだけど、ヘリオーンがいるね、ヘリオーンが。そこ浮くわ。ポーションフライトパキヨンあ、パキヨンってこれあのポーション飲んだ音ね。 やめてくれっつって。よし、で、雑魚モンスターを倒しまくることで、HP を回復していく。い逆にさ、私これ、地獄とかこう深いところさ、このシャイニングワンかマクレブ以外でさ、潜ったことないんだけど、他にどういう潜り方があるんだろう。いや、別に多分他の種族でも全然クリアできるんだろうけど、ほぼ私、シャイニングワンかマクレブでしかクリアしたことが、恥ずかしながらないですね。 あのちょっと他の組み合わせでもいろいろやっていこうかなと今後思っております何でも勉強ですなよいしょよいしょもうここはもう,もう明らかにこうソング・オブ・スレイング使ってガンガン敵をこう削り取っていってやるいいです、ね、あそして下り階段がっかりましたねよいしょとういイっつって 降りていきますおういっす,すぐ降りていくぞ何回層目まで来た<ン> <laughs> 一発で倒したすげえあのー、あ,あったね下り階だもったいないからこのシルバージャベリンあのー、最後0秒で 持ちると思いますんで地獄の騎士たちがたくさんいますねえー0で持ちると思いますのでシルバージャベニは最後まで取っておくとえー5回層目めえここも奥面もなくスレイングを ソングオブスレインを唱えてこれ非常に便利ですよ敵モンスター倒せば倒すほど攻撃力がアップしていくとただし歌ですからえ音が出て周りのモンスターを引き寄せてしまうというデメリットはあるんですがそもそもモンスターに囲まれているんだからもうどうということはないというかそういう場所で使ってくださいああったよしおドッチングを極めました そしたらですね、スペッキャとチャームスですか。あとなんか使いたい魔法とかあるあったらそりゃね、唱えていった方がいいけど。うん。別になーっていう。別になっていう感じだよね。なんかある ないでしょ <laughs> あんまないっちゃないよね。ないね。<laughs> ないわ。すまん。私の実力が足りないのか、この魔法の理解があんまないんできっと。あ、まあ、あれだな。あとはネクロミューテーションを唱えていくパターンっていうのが多分あるんだろうけど。私、ほぼそのやり方で多分1、一回も15ルーンそれで取ったことはないような気がする。 地獄とかを何個かルーン取ってクリアネクロミューテーションでクリアしたことあるかもしれないけどあんま覚えてないっすさて7階層目にやってきたのでマジックマッピングを読むこんな感じになっておりますよしとこれねどこから入り口だ 渡っちゃうか。あとめんどくせえ敵いるから、先にこの倒してな、えー。ここはポーションフライトパキーンって飲んでください。で、渡ってから、えー、スレイを唱えて、歌って敵を倒していくと。で、中に入ってきましたので、適当にこうやってね。逃げるなっつって。 うん、こっから入っていきましょう。もう中入っちゃうよ。うん。邪魔くさいね。<laughs> こういう邪悪なモンスターたちにとっては地獄ってすごい暮らしやすいんだろうね。俺が荒らしちゃってるけど。なんか思うんだけど、やっぱり。 暮らしやすい地域って大切だなって思います <laughs>。なんかいきなり、なんか、社会派を気取ってしまうんだけど <laughs>。あの、なんだろうな、家賃がちょっと思うよりも、数千円でもいいわ。安かったりとかさ。あと、通勤時間がちょっと短い。30分でも短い。それすごい大事だと思うんだよね。うわー なんかお金に変えられない価値がある。まあ、家賃の話してる点でお金に変えられてるんだけど、その、お金以上の価値があるというか、その特にね、私思うの通勤時間はね、すごいいつも思うんだけど、10分、なんか長い、な通勤時間中に何かできるんだったらいいんだけど、私田舎に住んでるから、あ、これちょっとボスだから真面目な話になる前に話しちゃうと、私田舎に住んでるから、 通勤ってほぼ車なんだよね。それが、こうその間に何か本読んだりとか車だからもちろんできないですよね。あれは寝るっていうこともできないと。まあ、都会に暮らしていたら地下鉄や、まあ、列車で通勤するから何かできるかもしれないけど。それにしても、満員電車に揺られたりしなきゃならなかったりとかして、そのあたりなんかうまくなんねえかなとかっいつも思ってんだよね。1時間 通勤のうち、例えば30分とか20分でも短くなったらさ、人生の中のトータル時間で考えると、とかって考えるとね、考えちゃうわけよ。えー、そしたらですね、そしたら、そしたら、えー、ポーション部マイティ飲んでいきましょう。ポーションブヘッも飲んじゃおうね。ここにいるだろう。ほら、寝てる。こいつの恩気に寝やがって、ここにいる。起きろ。俺が来たぞ、せっかく。やろう。ボコボコにしてる。よし。 えー、アスモデウスの奉還といらんこんなものはイエス <laughs> あっという間に倒しましたこれもポーションオブマイトとかいらなかったかもしんないねまあいいでしょ脱出するぞそんなこんなで、えー、無事にあもうやめてあこれですね あのー、例えばですけど、これたくさんあるテレポーテーションとかこうやって読んでさ、ぴャーんって飛ぶっていう、ほら、これでいいとこ出てきてくれたね。これで脱出と。これでも OK です。えー、最後は、えー、タルタロスですね。タルタルソースみたいな名前しやがって。 入っていくここワンド・オブ・ディグニングがないとあんま面白くないんだけどあ五5本あるね 5, 5個かまあ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 行きましょう階段はどこにあるかわかりませんのでとにかく未探索部分をこう暴いていくことが大事ですあ,ありましたねよろしいでしょうあーいいですねおいらはハロピコゴースト そういえばさ、満腹度の概念が近々0.26でなくなりますよ、みたいな話があるみたいなんですね、このゲーム。どうなんの腹ペコゴースト。俺、腹ペコゴーストさ、好きなんだ、実は。その、なんだろう、毎回さ、俺、腹ペコゴーストのモノマネしてるでしょ。あ、そうなのモノマネしてるんです、私。毎回腹ペコゴーストが大抵来たら、大抵の場合、腹ペコゴーストのマネをしてるんですけど、実はね、俺、腹ペコゴーストすごい好きなんだよね。 で腹ペコの概念がなくなったらさ、腹ペコゴーストいなくなっちまうと思って、どうしようと思って、すごい、ちょっと今不安なんですよね。いやー、本当に、あの、私に英語の能力があったら、頼む。腹ペコゴーストだけはなくさないでくれと。ただ単純に、えー、殴ってくるただのゴーストになってもいいから、腹ペコゴーストだけは残してくれと。もう満腹度下げるとかなくて、ただ殴ってくる腹ペコゴーストだけは残してくれと。もう満腹度下げるとかなくて、ただ殴ってくる。 <laughs> お腹減ってるから不機嫌になって殴ってくるゴーストタイプのキャラっていうキャラでいいからとにかく <laughs> 腹ペコゴーストを残してくれっていうそういうな訴えをこう何て言うの選挙管理委員会みたいなとこに選挙管理委員会じゃな,いなん何て言うんだそのゲーム作ってるところに言いに行きたい気分ではあるんだよね俺それだけ腹ペコゴースト好きなんだけどまあ届かぬ思いだな えそんなこと言ってる間にタルタルソースも5回層目までやってきました。あ、タルタロスね。間違えた。えー、6回層目に行きます。おーい7回層目はい、やってきました。えー、マジックマッピングここ読んだ方がいいです。読みます。えー、こんな風に。おーおーこのパターンはま珍しいね。なんかね、迷路見たくなってることがね、多いんですよね。意外に。その迷路が結構めんどくさかったりするので、ここはほぼマジックマッピングをかなり読んだ方がいい場所です。 よし。行くんだが、どっから行くんだ、これ。入り口はどこですかああ、近くなんだ。こっから入ればいいんだ。ガラガラ。お邪魔しまーす。 ちょこちょこアイテムあるねあのー、ここ開けちゃうとさ広いとこつながっちゃうからまず下の方から行ってさ周りから攻略してこあ別にいいのかそんなことしなくてもおおおおおなんか良さげなアイテムあるぞえータワーシールドえー、これ鑑定しましょうガツン あまあ、ファイアレジスタンス今硬いからな。ファイアレジスタンス2本立たせるためにタワーシリョード使ってるので、まあいいでしょう。アーティファクトとかだったらまた考えんだけどね 何やら何やらアイテムがあるとさあ中に入っていくぞこっからが勝負だ大丈夫かな大丈夫そうだねでこの辺りにあのエレキシュガルさんがいる可能性がほとんど高いのであ,あれサイレンスされてんだけどちょっとどこにいんだあのバカすけんねあ痛いだいだいここはちょっとソング・オブ・スレイング歌ってね地獄のサーペント野郎みたいなやつがいるおんなの舐めやがってぶっ壊してるからな えー、久しぶりにあれをやりましょう、えー、イモレーションおりゃさあベント君炎を喰らうんだあいつ喰らわねえのこの野郎。りゃおりゃ陰陽弾を喰らえ 俺の発動は27だぜ。とんでもねえダメージをはじき出してる。あーこれやっぱり発動のスキルによるな明らかに三の効果がめちゃくちゃ強え。サーペントくん弱なんか溶けて死んでったよ。 あ、エレキシュガルさん来た。一応飲むか、マイティ。ちょっとサンの杖が強すぎてもう楽しくなってきたわ。おーりゃ。地獄のモンスターといえども、サンは食らうんですね。イエーイ倒したか死んだかなんかボフってなったけど。も、ま、う、あ、死んだんだろうな。やったぜ。 これで地獄巡りも完了で。よし。いよいよ。あとは霊病だな。霊病ちょっと辛いからね。頑張っていかないとね。ここアイテムあるからね。拾ってこい。せっかくだから。ルーンはルーンを持って帰んないとな。あったあった。骨のルーンをゲットと。えめんどくさいんで、テレポーテーションで脱出。ぴょんと飛んで、 出口から出ましょうさあいよいよ楽しかったこの回も気軽にやりましょうの回でしたけれども最終回最終回というかあのー、乗るか反るかですけどもちろんうまくいかなくて退却することもあるかもしれませんがえー、最後は0秒に行ってみましょうその前に、えー、どうせこれは鑑定しときましょう かっこいいねえ。おりゃ。おああ、だか修正値がだめだわ。ああ、いいじゃないですか。悪くないですね。おりゃ。はいはいはい。ああ、いいです。ヒドラ相手にふるいたいいい武器ですね。よいしょと。ではですね、えー、最後に、えー、霊廟に参りましょう。 この強さだとまあいけなくもないだろうなぁと思っているんですがどんなもんでしょうかねああ、待てよ杖があるからあこれなんかここあれだね全部制圧してなかったねすまんバンパイア君君を倒すのを忘れていたよよし 上のさここにさ、ブーツのアーティファクトあんだよな。今回、ブーツのアーティファクトの当たり、当たりの回だったね。死んでもらうぜ。あよいしょと、えー。これを鑑定してみましょう。あー、まあ。まあまあまあって感じだな。いいわ。そしたら、0秒いきましょう。えー、緊張してまいりましょう。 なかなかここはね難しいからねえこのスカラベ君は本当に切り札になりますよ HP 回復剤としての切り札になりますその他この魂君とか低級のミイラ君とかもそうでございますまずはですねぐるーっと一周しますえここは「ソン孫悟節連ンを歌って イモレーションは、えー、若干不安なので取っておきます。最終回にちゃんと取っておくからな。霊廟の一番最下層に取っておく。司祭のミイラ。私よく司祭のミイラって言ってるけど、他にはあの王族のミイラっていうのがいるんだけど、そいつが強いんだな。もう司祭のミイラのイメージが強すぎて、何回か霊廟と死んだ時、毎回司祭のミイラに殺されてるから、司祭のミイラって言うんだけど。 王族のミイラっていうのが通演だな、まあ、いずれにしてもだ倒していきましょうよーし前哨戦は終了と。 あの奥にいるあのあのミイラを倒さねえと俺はどうにもなれない。OK。うー、苦しい。OK。えへ、ー、これひどいねこれ。えー、ポーションキャリングで回復と。くそ、あいつ、シルバージャブにぶん投げて。よしよしよし。うーしー、大丈夫かなちと万全を期していくぞ。 待ってねシルバージャベリンはちょっともったいないからね、ブーメランで行くんだけど、ちょっと待ってね、ちょ,ちょっと待ってよ、あのさ、ブーメランさ、シルバーブーメランないのないんだね、シルバーブーメランはないと、この世に生成されてな、ね、い、このダンジョンにシルバーブーメランは1個もないと、んなこいつはね、そんなにね、防御力とかないから、こ,のこ,のこれでなんとかなることなんとかなるんだよ死ねぐー。 このパターンですね。で、次のゾーンに行きますが、次のゾーン気合い入れていかなきゃダメだな。第一気合い入れゾーンです。まあ、ちょっと様子見ていきましょう。どんどうですかああああああ。いっちゃい,いな。いっちゃい,いな。ただ、ここはね、ここはね、ここはね、ポーションも変装飲みますよ。いやー待って、3個しかねえからな。まあ、いやーいいわ。とりあえずいいわ。 こうやってあの着火します 回復の速度の方が上回ってくれるんですよ大抵の場合はこんな感じでちょっと緊張しましたけどなんとか大丈夫そうですねでうまくあの上位のモンスターは炎を厭わず入ってきますのでそこにうまくそれを絡めてやって倒してやればいいと幸いミイラたちは炎に弱いですからその辺りを工夫していくと うし、すッケがっぷり四つで組み合って倒せましたね。スカラベ君がやたら来てますが、ここはオノの実力の見せどころ。これ普段だったらどうやって倒すんだろうな。イグニッション、イグニッション、イグニッションでいけばいいのか。魔法使いだったらね。なんとなく私、魔法使いでここ行くのはどうしたらいいかなとかっていうことを考えながら今潜っております。まあ、これ戦士系だったら私何回もこうクリア、一応はね、しているからイメージ湧くんですけど。 なんか、スクロールオブフォグがたくさん落ちてますけど。何か、印象的ですね、非常に。さあ、第2の。今、今、ヤマパー終わってですね。ああ、やめてやめてやめて。なんだこれ。ええー、ちょっと待ってよ。1個の、ね、ポーションを拾おうと飲んどくかケーキ漬けに。あれ、ポーションの効果が薄いみたいな変異ついてなかったバカじゃないのか。もうチャイワンに頼るしかねえ。 しすまん、シャイマン。俺はポーションが効きにくいんだっつって。あんたのポーションが必要なんだって。そうね、ポーションが効きにくい変異かかって飲むしかねえだろ、グビなんか、いい変異がめちゃくちゃついてんだけどさ。<laughs> このポーションだけがもう、おりゃ。 ね、しつこい汚れみたいな、しつこい、しが、もう、なんで取れないの、これ、もう、you tend to lose your temper in combat。ははこう、ひどすぎる。ミューテーションない、もう仕方ないもんねよし。 こっからまだあるからね。こっからまだあるからね。こっちだっけこれは上に戻るとこだよね。上っていうか、元のところに戻ると。こっちが先に進む方向だと思いますので。行きます。ういっあと飯食ってきますか。ういっこんにゃろ、涙がって。ソング・オブ・スレイング歌って。あー、ちょっとこれよくないなちょ,ちょっと待ってね。 逃げます。あー、テレポかか,か,かっといてよかったわ。一体ぐらい倒すぞ。よし。イエスイエス。これ、いや、今ので違反だと、だと思います。なんかあれだな。HP がアップしてんな。きっと何か変異だな。変異が起こっている。違いない。300HP もある。よしと。で、もう一回行くからね。ここはね、じわじわと行きましょうね。おりゃ。 これずるいんだよなピラミッドほらちゃんとさ階段プレイさせないんですようにしてこっち行ったらこっちから戻んなきゃいけないみたいだねいいんですけど別に痛い痛い、ね、チラチラよしよいしょいよいし OK 戦うぞ戦い判断でいきますあよくねえなシルバーシルバージャベリンおりゃおりゃおりゃ 生き残ったっていうことはまあいい判断だったと思いますがちょっとギリギリだったねまあここどうやっていけばいいんだよピョーンとあ <laughs> もう最後の最後まで嫌がらせしてくるえ <laughs> <laughs> これどうやっていくのこれ,これピョーンってあこういうことか <laughs> こういうことね これ良くないね、えー、ここはねイモレーション読んで,で,で爆弾を連鎖させていきましょうこれでいいだろう どうするここポーションだな一回ああほんとに回復しないね死んでもよし死んでくれた だめ逃げま,すまだよし十分に HP はあるようでないようでよしなんとかなったうんやっぱり厳しいね一筋縄ではいかない感じが ブンブンしますけど、ブンブン。<laughs> ちょっと待ってね、一旦ここで切っとくか、一旦突然ですが、一旦やめます。えー、引き続きどうぞよろしく。